シュペンゲは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ベストファーレン州、デトモルト行政管区、ヘリフォルト郡に属する小都市。本市は、ベストファーレン地方、トイトブルクの森の北側にあたる、ラーフェンスベルガー地方に含まれる。現在のシュペンゲ市は、1969年に、それまでアムト・シュペンゲに含まれていた5つの独立した自治体が合併して成立した。シュペンゲに関する、 最も古い文献上の記述は1 9 9 6年にまで遡る。シュペンゲの高度分布シュペンゲはトイトブルクの森とビーエン山地の間にあたるラーフェンスベルガー丘陵地に位置している。トイトブルクの森へ向かう上り斜面の南部では最高地点は海抜155メートルに達する。シュペンゲ市区の中央部は海抜90メートルである。北部はエルゼ川に向かう。 下り斜面でヒュッカーモア付近の最低地点は海抜64メートルである。エルゼ川は南から北に流れている。エルゼ川支流のベルメナウ川が市の西部及び北西部でニーダーザクセン州のメレトの間の市境を成している。また、シュペン川ミューレンバッハ川はベルメナウ川に注ぐ。レンツィングハウゼンでイエレンベッカー川とベッケンドルファーミューレンバッハ川が流出する。 この地域は自然環境上、ラーフェンスベルガー盆地に属す。これは海抜50メートルから140メートル程度で緩やかに波打つ丘陵地である。数多くの小さな谷がしばしば急激に深く切れ込んでいる。地質学的には、オードで覆われたライアス島の地盤にあり、高深用の分割によって丘陵地が形成された。オードの下にはところどころで、 氷性粘土が見られる。この他の氷河時代の痕跡としては、氷石が多く見つかることが挙げられる。地域は、北部はエルゼ川の谷に達する。そこには、王土は、ほとんどなく、小石の貸し段丘で構成されている。北部の隣接する主ペンゲにまで及ぶ、ヒュッカーシッチ付近に、冷ーの名残を見ることができる。地熱ゾンデや地熱ポンプを利用した、地熱源の利用に関して、 シュペンゲは中程度から公的な環境にある。ヒュッカーモア南西部のわずかな部分は大変に適した環境であるが、ヒュッカーモア北東部は適していない。シュペンゲの土地利用図。赤が住宅、交通用地、白が農業用地、緑が森林、青がその他の用途である。シュペンゲの面積は40.2平方キロメートルである。北東軸の長さは 最大約1 1トル東西軸は最大7キロメートルである。最寄りの大都市であるビーレフェルトの中心までは約1 4トルオスナブリュックまでは約4 0トルの距離にある。この地域には森が乏しく、自由地の大部分は集約的農業に利用されている。土地利用科目別の面積を一家に示す。シュペンゲは、西は、 ニーダーザク選手州のメレと境を接している。この他の隣接する市町村は北東がビュンで東がエンガー、南東がビーレフェルト、南西がベルターである。シュペンゲ市はその基本条例3によれば5つの地区で構成されている。これらは1969年以前はアムト・シュペンゲニゾク独立した自治体であった。 以下の表に5つの地区を人口と共に列記する。エンガーは、オストベストファーレン地方全域がそうであるように、中央ヨーロッパの海洋性気候から大陸性気候への移行部に位置している。隣接するヘルフォルト市の長期平均気候データを以下の表に示す。エンガーのデータは、これとほとんど変わりないと考えられる。石器時代の出土品、青銅器時代の紛糾、 レンツィングハウゼン地区にあるローマ時代以前の鉄器時代の入植地とは最初の定住がローマ時代以前になされたことを示している。この地域ははじめザクセン人エンゲルン族の土地であったが、1000年頃にザクセン公ビドキントがカール大帝によって征服された後フランク人の土地となった。最も古い文献上の記録は、 バレンブリュックのマリエン教会のレリーフについて1 9 9 6年に記述されたものである。手に教会の模型を持った若い聖人像を描いたレリーフの石板は現在もここに残されている。彫られている聖人は12歳で亡くなった教会寄進者ゲルハルトとされている。現在のシュペンへの福音主ギルター派、聖マルティン教会の前身となる教会堂もおそらくは9世紀にまで遡る。 ただし、現在の建物は1220年まで、エドレン・フォン・シュペンゲと記述される、新しい建物であった。この教会のマルティン祭壇は1470年頃に、制作された。本市の他の地区は12世紀、または13世紀に、初めて記録されている。16世紀の宗教改革以降、シュペンゲは、他のラーフェンスベルガー地方がそうであったように、ルター派を信仰することとなり、 現在でもカトリックを信仰する隣のニーダーザクセンとの境界線となっている。シュペンゲやラーフェンスベルガー地方の人々ははじめ国境地帯の真ん中のドルッペルに住んでいた。世俗支配はフランケンのガウナ博が担い、境界面ではヘリフォルト修道院が重要な役割を演じた。人々はこれらの運営する機関に税を支払わなければならなかった。土地は 王土のために肥沃であり、古くからの入植地であった。住民は急速に増加し、単独相続権と小屋自農の制度によって徐々に社会階層が形成されていった。相続人が親の農場を経営した。エルプケッターと呼ばれる相続権のない人々は千年頃からドルッペルの近くに固有の農場を形成していった。 価値のない相続材しか持たないマルクケッターは1450年頃からは森の中の共有地に農場が作った。こうした開墾部分の管理運営は本来は共同でなされるはずであったがマルクケッターだけが利用できた。16世紀以降ホイエルリンゲと呼ばれる土地を持たない社会的仮想が形成された。彼らはもはや経済的にも権利上も 相続農民に依存した補助的存在ではなく、近くの小屋に住むようになっていった。こうした貧しい社会的階層が15世紀に甘栽培や、それを理念に加工する新たな産業に従事した。こうしたラーフェンスベルガー地方における工業化の初期形態は、プロトインダストリーと特徴づけられる。理念織の初行は、陶器に甘を、 ラーフェンスベルガー来年として知られる食婦に加工した。プロイセン時代には、理念折は税収向上のために奨励され、1770年に共有地はプロイセンの圧力により完全に私有化され、大部分が小規模農家の工作地となった。こうした小規模農家の所有関係は1960年代まで保持された。この時代に地域は拡張され、それまでは、 共有地で飼育されていた家畜のための放牧地が作られた。フランス統治時代以前、シュペンゲとその地区は、ラーフェンスベルク博領のアムトリムベルクの一部であり、1614年以降は、プロイセンの一部となった。ナポレオン時代の終焉後、再びラーフェンスベルク博が統治し、プロイセン領に戻されたが、1719年からは、北に位置する民伝公領ともに、 プロイセンの行政区画ミンデンラーフェンスベルクとして運営された。19世紀半ばに機械式食器が導入されたため理念産業は割に合わなくなっていき、これにより農村人口はほとんど増加しなくなった。こうした時期、1860年頃に近隣のビウンデにタバコ産業が起こった。シュペンゲの人々は内食や工場でタバコを撒いたりプレスしたりした。 木工業も重要な産業であったが、現在では森がほとんど残っていない。1843年以降、独立した町村、バレンブリュック、ヒュッカーイコールアッシェン、シュペンゲ、バルデュッティングドルフ、レンチングハウゼンは、まとめてアムトシュペンゲとして運営されることとなった。1891年8月9日にシュペンゲで、いわゆるシュペンゲの戦いが行われた。これは、 約500人の社会民主主義者とゴーヘルトの牧師、カールイス・クラウトに引きられた1500人の農民を中心とする保守派所属者との間の武力衝突であった。1900年9月20日にメートル機のヘルフォルダー軽便鉄道が開業し、1930年代、初めに殿下された。皇帝は、シュペンゲ、ジートルングエンガー・エッティングハウゼン・ズンデルン。 ヘルフォルト、クラインバーンホーフであった。1944年11月4日、フランツィスカ・シュピーゲルが2人の親衛隊隊員によって、ビュンレベルフェンの農家から誘拐され、後にヒュッカーフォルツで殺害された。この事件を記念して、1991年11月4日に記念碑が設けられ、2006年1月末に破壊行為の的となった。 旧軽便鉄道の軌道跡バレンブリュック・シュペンゲ、ジートルング・間の軽便鉄道は1963年11月2日に廃止された。1843年から独立自治体バレンブリュック・ヒュッカーイコールアッシェンのシュペンゲ、バルデュッティングドルフ・レンツィングハウゼンで形成されていたアムト・シュペンゲは自治体再編により1969年1月1日に新たな自治体である。 シュペンゲシとなった。かつての自治体は1969年以降、オルツタイルと呼ばれるようになった。1978年にナーゲルスホルツに地方空港を建設するという計画が多くの議論を呼んだ。この空港建設計画は1960年3月の当時のビーレフェルト軍、デトモルト軍、ビーレフェルト商工会、デトモルト商工会の会議で初めて提案され。 1963年に公表された。これは、オストベストファーレンディッペ地方の地域空港に関する計画であった。1970年、空港の建設及び運用に関する認可が、州の担当省庁によってなされた。シュペンゲ氏は、これに抗議した。この地域は1971年に、当時のアムト・イレンベックに編入されたが、1980年代に、 この計画が最終的に頓挫した後、ビーレフェルト氏の拡大に伴い、1982年7月1日に再びシュペンゲ市に移管された。これを契機に北の市役所前広場に記念樹が植えられた。中世ベストファーレンの彫刻家によって制作されたマルティン教会の1470年頃の祭壇が、1993年に再び教会に戻された。 聖マルティン教会住民の多数は、福音主義イコールルター派の信者である。ローマイコールカトリック教会を信仰する者は10.07%である。22.38%が無信仰、または、その他の宗派、宗教の信者であり、例えば福音主義イコール改革派教会、聖教会、ムスリムを含む。福音主義教会、シュペンゲ福音主義イコールルター派教会は、 1> 約1万人の信者を要し、聖マルティン教会を中心とする、シュペンゲミッテ教区、クラインアッシェンの教会を中心とする、ヒュッカーアッシェン教区、マリエン教会を中心とする、バレンブリュック教区、パウルス教会を中心とする、レンツイングハウゼン教区に細分される。ニーダーザクセン州、メレシの地区である、グロースアッシェンには、ヒュッカーイコールアッシェン教区に属す、礼拝堂がある。 カトリック教会カトリック教会の信者数は第二次世界大戦以後、追放民の流入により急速に増加し、約1400人となった。ブッシーイコールミュンヒ通りにあるカトリックの西洋ゼフ教会は1950年代に新築された。シュペンゲはパーダーボルン、広司教区の一部であるヘリフ民主席主催区に属す。西洋ゼフ教会は、 ビッドキントラント主牧会の一員である。その他のキリスト教系宗教団体シュペンゲには、新種と派教会がある。ムスリムラーフェンスベルガー通りのかつて別の用途に使われていた建物に、モスクがある。以下の表に、シュペンゲ氏及び、1968年まではこれに、相当するアムトシュペンゲの人口を示している。1アムトシュペンゲにノルトラインベストファー練習データ、管理。 統計局三国勢調査、シュペンゲ市長者1995年から2009年までの市長はクリスティアン・マンツであった。彼は1995年11月1日に市議会によって選出され市長に就任した。1999年と2004年に市の有権者による直接選挙で市長に選ばれた。2004年の選挙では、 第一回投票で70.39%の票を確認した。マンツは本市の初代選任市長となり、スタッドディレクターは廃止された。マンツは2009年の市長選挙に立候補せず、ヘルフォルト軍の軍長候補となった。公認のベルント・ドゥムッケは、セディと FDP が推す候補者、ヤン・クリスティアン・ヤンセンに対し、44.9%の票を獲得して当選した。 市長及びアムト・シュペンゲのアムト長を以下の表に示す。アムト長は現在の市長と同格の存在ではなく、アムトを構成する5つの市町村が共同で施策を行う際の代表者に過ぎない。1969年以降のシュペンゲ市のシュタットディレクター、1968年までのアムトのシュペンゲのアムツディレクターは市あるいはアムトの行政を運営した。 シタットディレクターのポストは1995年に廃止され、その権限は専任市長に引き継がれた。シュペンゲ市の市議会は32議席からなり、市長が議長としてこれに加わる。市の紋章の図柄は銀字に3本の赤いシェブロン。それに重ねて金色の円形のバックル。その針は下を向いている。シェブロンは かつてラーフェンスベルク白領に帰属したことを示している。この紋章のシェブロン図形は互いに斜めに支え合う、たるきの断面を示している。ラーフェンスベルク白の紋章は銀字に3本の赤いシェブロンで、プロイセンがこの白領を引き継いだ後は、プロイセンの大紋章の一部に取り込まれている。この衣章は現在、この地域の多くの軍や市の紋章に使われている。例えば、ビーレフェルト、 フロート、ニーイコールルベッケ軍である。バックルは、死の名前に基づいている。死のモットーは、スペンジ、ダイウフストレビンドスタッドイムグルネンである。このモットーは、スペンジ、ダイフレイントリシャアインクフス,スタッドイムグルネンである。シュペンゲは、ヘルフォルト軍を介して、間接的に他の都市と交流を行っている。ドーアートバーンへ30号線は、 本市の北わずか数キロメートルを通っている。市の中心からブルーフミューレンインターチェンジ、またはビュンデインターチェンジまではわずか数キロメートルである。ビュンデインターチェンジは、修道 L783 号線及び L546 号線。ブルーフミューレンインターチェンジは、修道 L859 号線、軍道 k 19号線。 ニーダーザクセンの K208 号線及び修道 L546 号線でを経由する。ビーレフェルトへは修道 L783 号線。エンガー及びヘルフォルトへは L712 号線を利用する。公共交通機関鉄道、シュペンへは今は廃線となったヘルフォルト警弁鉄道の駅によって鉄道網に接続していた。バス以下のバス路線が運行している。 市民バスは、バレンブリック、バルデュッティングドルフに利用することができる。ノイエベストフェイリシェのシュペンゲ向けローカル版、日刊誌としては、シュペンゲ向けの地方版があるノイエベストフェイリシェと、ベストファーレンブラッドが刊行されている。地方ラジオのラジオヘルフォルトは、市内では94.9メガヘルツで放送されている。シュペンゲの大きな職場は、主に中規模企業である。 司法と警察警察署の庁舎は、シュペンゲ消防署と共にエッシュ通りにある。派出署はない。シュペンゲ警察監査局は、ヘルフォルト軍警察局に属す。健康衛生機関シュペンゲには、病院がない。最寄りの病院は、ビーレフェルト、ヘルフォルト、ビュンデにある。スイミングプール温水施設を有する、ベルブルガー・バルトバートは、1950年代に建設された。 もともとは完全に電力による加熱であったが、1980年代の初めに太陽熱による加熱システムに置き換えられた。現在は空気水ヒートポンプが加熱に利用されている。屋外プールは8コースの50メートルプール、1メートル飛び込み台2つと3メートルの飛び込み台が1つを備えた飛び込み用プール、非水泳区域のウォータースライダー、子供用プール、 これらを囲む日光浴場がある。レンチングハウゼン屋外プールは温水施設がないが訪れる人々に心地よい日光浴場を提供している。シュペンゲ消防団の消防署消防シュペンゲ市の自衛消防団は5つの駐在所を有している。その他の公共機関私立実家学校基礎、家庭学校総合学校実家学校特殊学校、シュペンゲには多くの合唱団があり。 特別な機会に公共の場で演奏を行っている。特筆すべき建物としては、教会、ミューレンブルク城、及び領主館のベルブルク館の現存部分が挙げられる。聖マリエン教会教会、ミューレンブルク城場館と領主館その他、カッツェンホルツいわゆるカッツェンホルツは、ミューレンブルク城の南の谷に位置している。この林は、1960年代と1970年代に、 公園風に整備された。1990年代以降構造物は自然に戻されていった。その間に陸地化したカム領の池のあぜにはアウグスト・グリーゼのフロイント・デ・バルドスという名を持つ木彫りがある。アウグスト・グリーゼは1945年以降ヘリフォルト軍の軍長を務めた人物である。ラントラーツ・ベイクはビーレフェルダー通り72番地及びタンネンベイクと アルテミューレンブルガー通りとの角を両端として林を通っている。ヒュッカーモーア保養地、ヒュッカーモーアは、市の北部ヒュッカーアッシェン市区に位置する故障である。約12ヘクタールの広さは、ヘルフォルト郡で最大の水域である。シュペンゲの自然保護区、シュペンゲ市内には2つの自然保護区があり、総面積は約六点二ヘクタールである。これは、市の総面積の 1> 約1.4%であり、面積でも占有率でもヘルフォルト群最小である。その地域は以下の通りである。バルメナウ自然保護区、北シュペンへのマルトミューレとシュタングフェルトのバルメナウの右岸部分が自然保護区に指定されている。二つの部分の合計面積は約27.1ヘクタールである。トゥーレンブッシュ自然保護区、ズトルフトの市。 境沿いにあるトゥーレンブッシュは広さ29.1ヘクタールで大部分が自然に密着した森林地域やいくつかの小さな頭皮の森や緑地からなる。シュペンガー・ミューレンバッハジーク広大なシュペンガー・ミューレンバッハジークは総面積180ヘクタールを包含している。この風地保護区は市の西部にある。体操、スポーツクラブシュペンゲは2008年まで ハンドボール分でスリーが2部でプレーしていた。2008、09年シーズンからトゥース、シュペンゲの第一チームは、レギオナルリーガに所属している。ベルブルガーバルトには、1970年代の、初めから、フィールドアスレチックコースが設けられている。これは、かつて本家庭学校の体育の授業で利用されても、いた。大衆スポーツとして、ジョギング、エアロビクス、 テニスが流行するにつれ、この施設は重要性を失い、現在では完全に荒廃している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。